はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ゆこのメイドの宮城です。ということで、第何回になりますか。3か4ですね。3か4、はい。ユニバに関しての質問コーナーの動画でございますね。はい、今日これアミティに来てるんですけど、見てマジ誰一人としておらへんかな。ほんまおらん。ちょっと初めての試みでユニバで質問返ししようという、ね、案が出ました。混んでたらねちょっと邪魔になるんで、ね、あれですけど、まあ、誰一人としていないんで、今日はこちらで動画撮影させていただければと思います。ということでご質問ください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。メイドの土産。3月22日、はい、祝日明けの平日、はい、でも春休み突入に、あ、はいはい、USJ に行く予定なのですが、はい、入場開始時間のどれくらい前に到着していたらいいでしょうか。ネットでは1時間半前とかいろいろ書かれていて混乱しています。ハリドリ、バックドロップ含む休止明けから難しく経っていない。ああ、20までやったっけ。そうやね。確かね。プラス春休みということで、はっきり言った、断定できないかもしれませんが、目安として教えていただけると幸いです。はい、ちなみに入陣はワンデーパス、前売り券、はい、私は年パスで行く予定です。ああ、はい、はい。多分失礼しましたというご質問ですね。そうです。まあ、前売り券買ってるんやったらね、特に何も心配ないかと思うんですけど、ね、大変申し訳ございませんが、これね、マジでわからないです、ね。本当にわからんやつよね。例えば、まあ、こういったご時世じゃなければ、まあ、例としてね、以前の混雑状況からそういったものって割り出せるんですけど、まあ、3月になって、俺はおそらくもう3月になってだいぶ落ち着いてるんじゃないかなと思いますので、お客さん増えてくれたら嬉しいなとは思ってるんですけど、これはね思ってるんですけど、まあこの調子で、現状維持ならばかなり少ないやろうし、もしね、いい感じに落ち着いたら、まあ少しはね春休みにもなってるんで、増えるかなと思いますので、あとプラスね3月の22やったっけ、22やったらねクールジャパンが始まってるんですよ。それを鑑みると、まあ、今よりはねもちろん混むかなと思いますが、すいませんちょっとねこればっかりは、まあ、前から言ってる通りねふわっとした、返答しかできないので、ここまでにさせておいてもらっていいですか。もしさやからが行くんやったら、はい、どのぐらいに行く、はい、ほんまに超満喫したんやったら、まあ、1時間前には行くかなって感じです ね、はい、1時間前やったらね、進撃もねリメイクなんで、ちょっと正直ねどうなるか分かんないですよ。おそらく鬼滅ほどではないかなって個人的には思ってるんで、まあそんな感じです、はい、すいません。はい、まあこういったね予想っていうのはネットでも確定な情報が出てない通り、いろんな人がいろんな意見を持って言ってるところもありますので、まあ変な言い方すると、まあ鵜呑みにね、せずに、なるべく早い時間に行くっていうのだけしかちょっと答えれないかなっていう部分になりますね。はい、はいはい、では次、はい、いつも動画を拝見しています、はい、ありがとうございます。質問なのですが、はい、モンハンね、はい、1人で参加すると、はい、他の3人組に混じって体験することになりますよね、はい、体験中会話などする機会は多いですか、はい、1人は勇気がいるなと躊躇してしまいます、はい、というご質問ですね。まあ、2人ないし3人ですね。出撃は多分ね3人からになりますので、あ、そうなんですね。はい、まあ、それもちょっとその時になってみんなわからない部分ではあるかと思うんですけど、おそらく1人はないかなって思います。で、会話する機会はねないですね。会話が聞こえる程度です。例えばこれ、知らん人と会話しないと次のステージに行けないとかっていうのはね特にないです。なので向こうから、しようとしてきたり、自分からしようとしなければそういったことはないかなっていうのは思います。みんなの会話が共有されるって感じやね。共有はね基本的にされると思っていただいて大丈夫かと思います、はい、例えばね、1人で行って陽キャ3人組超パリピみたいななったらもしかしたらねシュンってなる人もおれば、一緒に楽しめるっていう人もねおるかもしれへんけど、まあそれはまあ時とね、まあそれは他のアトラクションでも一緒のことなんで。あとモンハンについてはたくさん質問いただいてて、あ、指輪とかもらってた、ね、そう、例えばその結婚指輪とか、はい、ピアス開けたてでもう外されへん場合はどうしましょうかっていう、乗れないんですかっていうご質問もあったんですけど、はい、乗った感じで言うとね、例えばね指輪ってね絶対に外れない人っていると思うんですよ。昔つけちゃってもう何年もつけてて取れないっていう場合はね、まあ、ちょっと相談かなっていうのは思いますね。こっちから行けますよみたいなのはちょっと言えないんで、ただまあ行った感じ、まあ、コンボみたいなね、武器を持って振り回すんで、その時に指輪とか飛んでいっちゃうとめっちゃね事故とかにつながりかねないので、そういった意味で取るっていう側面もあるかと思います。
ね。ピアスはさ、なんかでっかいイヤホンするやん、はい、そうなんや、ね、その邪魔になるかならないか、うん、みたいな。シンプルに外す方がおすすめですって感じです。そう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 、はい、ピアスも要相談と、はい、要相談していただければと思います。はい、じゃあ次ですね、はい、マリオ抽選券の動画ですね、はいはいはい、家族4人の名前のところ、友達と行った際友達の名前を入れてもいいですか？あ、もちろんもちろんです。どんな名前入れてもいいです。さやかでもさやかたそでもさやとか、うん、ラブとかでも愛とかでもいいですね。次、質問です、はい、ユニバの公式ホームページでチケットを見ているのですが、はいはいはい、日によってチケットの値段が違うのですが、それって本当なのですか？あ、本当です、いつからやったかな、 1,2 年前とかからかな、変動制になりましたね、はい、もっと前かな、ごめんなさい、まあどうでもいいけどね、ふわっとしてるんですけど、それはもう都度ホームページを見ればいいのかな。そうやね、まあ簡単に言えば混んでる日はもちろん高いし、空いてる日は安いですよっていう感じです。はいはい、次、ユニバは閑散期ってありますか？またあるとしたらいつの時期ですか？はい、ちょっとすみません、目疲れてきたんで眼鏡取ってるんですけどね、はい、閑散期ね、うん、もともとね、クールジャパンっていうのは、うんうん、閑散期ですね、クリスマスイベントが終わってから、うんうんうん、夏のね、イースターとか、まあ、夏のイベントが始まるまでの間の閑散期をなくすために始まったイベントとされてるんですけど、うん、そうなんや、確か森岡さんかな、森岡さんが、はいはいはい、の提案っていうか企画で始めたんだと思うんやけど、なので閑散期の期間っていうのは結構長かったんですけど、今はもう今今ね、2月、これ何日だ、今日2月の2日かな、うん、この前ね、1月の、頭頃にクリスマスイベントが終わって、次ね、3月の2日からクルジャパンが始まるんですけど、その間だけ、まあ強いて言えば閑散期って言われる期間になるかもしれないですね。なので閑散期はね、今みたいに、まあ、ポップも今終わっちゃったし、ショーもまあやってないし、昔はね5時とかに閉まってたんよ。ほんまに、そう、俺働いてた時確かね5時とか4時半とかやったと思う。そんなにちょっとふわっとしてるけど、マジでほら、で今も張り取り全然やな、うん、ほんまにね、寝てても怒られへんぐらいおらんかった道端でほんまにそんぐらいおらんかった昔の閑散期はね。ただ今でもね、さっき張り取り乗ってきたけど35分待ちとかやったんでね、うん、全然前よりはやっぱりお客さんも増えてるんやろうなっていうのは実感します。はい、はい、じゃあ次、僕自身もユニバが大好きなんですけど、はい、ユニバって何が面白いの？おすすめのものとかアトラクションとか、何が面白いのって聞かれます。自分も答えはするんですが、メイドの土産さんのユニバならではなところとか、遠方から来る人にぜひ乗ってほしいアトラクションって何ですか？教えていただけると嬉しいです。これ結構難しいっていうか、あれやね、ほんまに誰もが違う答えを持ってる質問やから、 なかなか面白いって言ったら上からやけど、でもさ、ね、今思うんやけど、今日、うん、実は撮影してきた、したね、したね、そう、ユニマカチデの、まあ、大使やったら大使の、一番好きな〇〇っていうのをね、うん、はいはい、やってるんですけど、はいはい、例えば大使の一番好きなレストラン、そうそう、ね、レストランとかアトラクションとか、いろいろ紹介させていただくっていう企画を始動しましたね。それはすごく参考になるんじゃないかな、はい、自分で言うのもないけど、うん、ないんやけど、はい、まあ、そうやね、ほんまにね、人それぞれかな、うん、まあ、ユニバにはね、ほんまに、俗に言うショーアトラクション勢であったりとか、うんうん、まあ、その中でもポップ勢とかさ、この前までやってたポップ勢とかエナジー勢とかさ、うん、まあ、ドラムビートとか、うん、ユニモン勢とかね、ほんまにそのショーの中でも何々勢って言われるぐらい、うん、魅力的なね、ショーがたくさんあったりとか、まあ、アトラクションとかで、ね、ほんまに上手の船長のファンの人であったりとか、ほんまやな、まあ、例えばあとハリドリ1日ね、もうほんまに30回以上乗り続ける人とかっていうのがあるんで、ほんまに人によって違うとしか言いようがもちろんないんやけど、俺はね、やっぱりユニバの魅力って、まあ舞浜のねことは俺らあんまり知らないんやけど、まあ、あえてディズニーのね部分と比べて喋ると、俺のねディズニーの思ってる情報はね、結構こだわりのあるテーマパークやから、そこまでねシーズナルイベントとか、期間限定、ユニバーみたいにどっかなんか違う作品とコラボしたりとかっていうのはあんまりねなさそうなイメージあるかなと思うんですけど、ユニバーってね、ほんまに、悪い意味じゃなくていい意味で、大人も子供もね遊べるおもちゃ箱みたいな、
イメージがあって、なんかほんまにごちゃ混ぜ、いい意味でほんまにめちゃくちゃしてくれるようなところなんで、例えば夏はもうびっちょびちょにさせられたりとか、今はねやってないんですけど、びっちょびちょにさせられたりとか、ほんまに昔ながらのジョーズみたいな超アナログで面白いアトラクションがあったりとか、はたまた XR ライドみたいな VR つけた超ほんまに最先端のアトラクションがあったりするんで、そういうところかなっていうのは俺は思いますね。そうですね。でプラスフードが素晴らしい、はい、っていうのが俺的な、ユニバの魅力かなっていうのは思います。あと時々アニメにも燃えさせてくれるしね。ああそうだよね。ほんまにね、やっぱりクールジャパンっていう通り、ほんまにね日本の魅力を世界に発信してくれる、まあ、スーパーニンテンドーワールドもそうやしね、っていう側面もあったりして、まあ、それが俺の好きな理由かなって思いますね。はい、はい、ありがとうございます、まあ、おもちゃ箱みたいなところって、はい、言っていただければと思います、はい、何が面白い？おもちゃ箱わおやなそれはクールジャパンが始まるまでの期間で一人インポはする予定なんですが、まあ、ぜひ行ってみたい、行ってみてほしい、これ食べてみてっていうおすすめがあれば教えていただきたいです。あ、それもまさにね、さっき言ったみたいに俺の一番はね、やっぱりその動画を見ていただければと思いますので、お楽しみに、はい、どっちが先に出るか、どっちが先に出るか分かんないです、ね、多分質問コーナーが先かも。あ、ほんま、じゃあ週末あたりかな。そうそう、出ると思います、はい、今週末あたりに出るかと思いますので、よろよろ、はい、はい、では次、はいはい、3月11、12、13で子供の卒業旅行で行きます、はい、私は絶叫系が苦手ですが、はい、子供は大好きで一緒に乗りたいって言われます、はい、乗れるか不安です、うん、どんな動きをするか知りたいです。ハリドリとダイナソーを考えています。クールジャパン始まって最初の金土日なので楽しめるか不安です。あ、なるほどですね。まあね、どういう動きをするかっていうのはね、もちろんあのユニバのアトラクションって一部を除いてアトラクション内にカメラを持っていくのは厳禁なので、ちょっとお伝えするのは難しいんですけど、ちょっと見えてるわあれ。あのね、ここはね全然怖くないのよ。ハリドリで言うと、そうね、ここほんまたまたまプラダイモン、ハリドリも見えるとこなんでまあちょっとルートで説明してみる。ルートで説明していいかな、じゃあまずハリドリ上がります。はい、怖い、ここ怖い、でここ上がります。ここもう浮遊感すごい。ここがね一番怖いポイントです。初めの下り坂は、一番、ね、初めてクライマックスっていうぐらい。そうそうそう、でこう行って、はい怖い、こう行って でそれ もう一回ここからがまた怖い。そこ怖いよね。こう行くんやね。あ、そこはね あんまり最後怖ないよね。こう行って、あのね、体がちょっとむき出しになる感覚があるんですよ。そこがね結構怖くて、その後下がって、ま、もう一回ここにもう一回浮遊感来るよね。あ、そこも怖いです浮遊感来て、でまっすぐ行って、ほんでさっき あのぐるぐる回るところ、ね、ここがね G がすごい。 G がすごいね。2回こうやって回ります。ほんで回った後にこう行くんですよ。ここも一回浮遊感ある。ちょっと浮遊感あるけど、はい、そこまで大きな浮遊感ではないかな、ね、なんで、で最後ストレートビューンって走って終わりなんですけどね。基本的にハリドリっていう乗り物は、ハリウッドドリームザライドっていう乗り物はですね、浮遊感、ザ浮遊感でございます。で 前からもね言ってるんですけど、ハリドリってね一番前の、座席と一番後ろの席全く違う乗り物なぐらい、一番後ろがね重力の問題でめちゃくちゃ怖いんですよ、うんうんうん、はい、まあ、怖いんですよ言うても、一番後ろにあの座席指定はねできないんで、うん、一番後ろになった時は、心してかかってくださいっていうしかないかな、はい、でもハリドリは最下的にはね最初乗り越えれば大丈夫かなっていう感じはあります、はい、ね、冬感苦手な人はね、うん、でプラダイはあそこの分かる一番てっぺん、ここ、はいはいはい、ここの高さがめちゃめちゃ怖い。怖いな。あの体がねもうむき出しになってるんで、むき出しは言い過ぎ固定されて下に何もない状態なんで、むき出しになる感覚があるんですよ、うんうんうん、はい、そこは怖いね。怖って、でもね浮遊感はマジでほぼほぼないです。プラダイは1箇所だけあるね。1箇所だけあるね。1箇所ね、なんかこんな感じ。 あそこぐるぐる回ってるとこあるやん。はいはいはい、くねってなる瞬間やったかな。あそこにね浮遊感があったような気がします。じゃあ降りるとこ、降りるとこか、うん、はい、だそうです。まあプラダイはどっちかっていうとね、恐竜に捕まって、うん、あの CM ね見ていただいたことあると思うんですけど、もうめちゃくちゃ街中っていうか、このジャングルの中、うん、振り回されるみたいなイメージのアトラクションなんで、どっちかっていうとね G です。そう、しかもレールが見えへんくない、はい、レール、そうそう、レールが見えへんからね
とにかく、まあ、高所恐怖症の人はしんどいかなっていうのと、あと重力が、例えばね、めちゃくちゃ低血圧であったりとか、はたまた高血圧であったりとか、そういった、ね、疾患をお持ちの方は、ね、結構しんどいんじゃないかなって。俺はね、低血圧やから乗った後にね、たまに頭ボーッとするんだよ。それぐらいほんまに重力感じられたり、血液下の方に持っていかれるっていう感覚がねあるんで、なってきた。でもね、本当に両方楽しんで、乗ってみてほしいけどね、一回ね。ここね、意外と同じ重力ないんよな、あそこじゃん、あ、違うか、違うよ、違う、そこはもうね、重力ないんよね、なんかわけわからんところ、あそこ、はい、まあね、はい、一つね、確実に言えることは、無理は絶対にしない方がいいです、うん、それだけですね。あの、ハリドリもね、ハリドリとフラダイ以外にも楽しいアトラクションっていうのはもう山のようにあるので、無理にそれ2つ乗って他のアトラクションまで楽しくなくなっちゃうっていうね、ことのないようにしていただければと思いますので、はい、まあ、今例えばお子さんがもし怖くないっていうんであれば、シングルライダーっていうのもありますので、はい、シングルライダーで乗っていただいて、時短、あの、お母さんこれ待つの嫌やから、これ時短で行ってきてみたいな感じでね、行って、もらうっていうのも定価と思います。ぜひ楽しんでください。はい、楽しんで。はい、では次、はい、質問失礼します、はい、3月末頃インパ予定なのですが、はい、任天堂ワールドに行きたいと思っております、はいはいはい、クールジャパンも始まっている時期なので、はい、任天堂ワールドは少し空くのでしょうか。ぜひ参考にさせていただきたいです。空かないと思いますね空、はい、かないんですね、はい、空かないと思いますじゃあ、はい、整理券も必ず必要、はい、むしろね、混むんじゃないかなと思いますね。もうだってクールジャパンの目当てで来て、そうそう、ついでに行く人もかなりいると思います。そうそうそう、クールジャパンってね、一応5種類あるんですけど、うん、老若男女楽しめるようなラインナップにされてるんですよ、うん、セーラームーンが入ってたりとか、例えば進撃好きな人って多分ね、モンハンとか、ハンターハンターとかが好きなんですけど、おそらく、まあ、コナンレストランとか行く人、もしかしたら、普通のコナンファンと比べると、ね、あの、比べると少ないんじゃないかなっていう、あの、男性青年向けの3つやと思うんですけど、コナンってね、ほんまに安室さんとかそういった、かっこいいキャラのおかげで、コナンファンの女性っていうのが今めっちゃ増えてて、まあ、男性もね、ファンめっちゃ多いと思うんですけど、そういった人が、まあ、おそらくターゲットにされてるんじゃないかなっていう。で、まあ、セーラームーンはほんまに子供から大人の女性まで楽しめるような、まあ、男の人もね、もちろんめっちゃ楽しいアトラクションになってるので、なってるって、あの、前回ね、あの、体験した感じ、俺もめっちゃ楽しかったので、はい、なんで、5つね、全部フルで楽しむという人おそらくおらんと思うよね。ああ、うん、確かに、まあ、コナンレストラン行ってみたいな、あの、モンハンもやってみたいな、もしかしたら少ないかと思いますので、おそらくモンハン行った後に、じゃあちょっとマリオ行ったことないし行こうみたいな人が結構多いと思うので、うん、あの、もちろんクールジャパンでお客さんが増えると同時にですね、それに比例して、スーパーニンテンドーワールドのお客さんも増えると思います。はい、はい、ちょっといいか、ってごめんな、さやか寒いのにな、はい、ごめんね。はい、次、はい、ラストですね、はい、任天堂エリアとハリポタエリアの入場確約付きエクスプレスパスを買ったものです、はい、例えばお昼にエクスプレスパスで任天堂エリアに入ったとして、はい、また夜に任天堂エリアに行きたいときは夜の時間帯の整理券を買う必要があるということですか。あ、はい、エクスプレスパスだけで再入場はできませんか。あとハリポタは整理券取らなくても入りそうですか、という質問ね。はい、まあ、まずスーパーニンテンドーワールドについては、はい、犬種問わず、整理券であってもエクスプレスパスであっても1枚で再入場は絶対に無理です、はいはい、なので、整理券を買うじゃなくて取る必要がありますね、うん、はい、ただね、整理券ってその目的の時間通りに取るっていうのがね、ちょっと、シビアな部分になるので、結構、あの、アプリとにらめっこしながら取る必要があるかもしれないですね。はい、はい、ですね、エクスプレスパスも、整理券も、再入場は不可能です、はい、一応例外として言っておくと、はい、夜になったらフリー入場になるっていうこともありますので、はい、またはですね、朝からずっとフリー入場だよっていう日もあったりするので、それは、その日によるとしか言いようがないですね。はい、で、あとハリポタは整理券取らなくても大丈夫そうですか。はい、ハリポタね、結構前から質問多いよね。多い、めちゃめちゃ多い。今ね、今、まあ、ちょっと平日の映像なんで、分かりにくいかもしれないんですけど、せっかくなんで、もう今から行こうか、ハリポタのね、うん、状況、みんなどういう状況か知りたいかもしれんで、うん、
行きましょう。はい、はい、まあね、我々もハリーポッターエリアが、入場規制かかったっていうのがね1回しか遭遇したことないんですよ実は、はい、遭遇した時はね、あの岩のところら辺に柵が設置されてました。で、なんかお偉いさんみたいな人がね、すいません今ちょっと入場制限がかかってるんで、入場券あちらで取得してくださいみたいな感じでセントラルパークに誘導されたっていう感じでございますね。でその時はねスーパーニンテンドーワールドがなかったんで、うん、セントラルパークに誘導はされたんやけど、今はねどこにちょっと誘導されるかっていうのは分かんないですね。はい、その時になってみないとっていう感じです。じゃ今の状況見に行ってみましょうか。はい、をね、迂回させられな、そうやな、迂回したんよね、はい、そうだから入場制限の時しか、ここな、ほんまに行ったことない、あんまり。まあ、質問いただいた方がいつ行くかっていうのは書いてなかったよね、確か。そうやね、書いてなかった、うん、まあ、おそらく2月とか3月になるかと思うんですけど、まあ、かかる可能性はまあ、そのご時世にねちょっとよると思うんですけど、極めて低いかと思います。はい、ということでね、今基本的にこんな感じなんですけど、うん、ちょっと言葉では表しづらいんだけど、ほんまに混んでる時ってね、構成の歩からへんぐらい混んでる時があった、うん、まあ、過去にね、うんうん、こういったご時世が始まってからはそういったことはもうめったになかったんですけど、こんなになったらさすがに入場規制かかるかなとは思うけどね、うんうん、今のこの状態やったら、はい、はい、ただ、まあ、見ていただいたら分かる通り、俺みたいなね、結構なデブでも、もうこうやって歩いてても全然問題ない、うん、ぐらいね、空いてるんで、まあ、めったなことがなければ入場制限はかからないですが、はい、まあ、断定的なことは言えないので、その時によるかなって感じではございます。はい、はい、めっちゃ心配やなっていうようであればね、毎週月曜日に混雑状況の動画も出しておりますので、もし、ハリー・ポッターに入場制限がかかったとかっていう情報をね、聞けばそこで喋ったりするかと思いますので、はいはい、またチェックしていただければと思います。はい、と、はい、いうことで最後まで見ていただいてありがとうございまし た, ました。今回の動画が参考になったと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。せーの、バイバーイ。綺麗、綺麗な、めっちゃ綺麗、いいね。なんか今まで質問コーナーとも楽しいね。楽しい、めっちゃ楽しい、ね、っていうかその多分分かりやすいよね、うん、見に行きましょう形式が取れるんで、ちょっとこれからあそこ空いてたらね、そうできたらいいね。うん、はい、お仕事一緒に撮ってな。うん、撮ってるよバイバーイ。バイバーイ